こんばんは。こんばんは。せーの、モンソレイユ4号です。よろしくお願いします。今日は見ての通りバドミントンスペシャルということで、この曲からスタートしたいと思います。それではお聴きください。恋人はアスリート。せーの、わかみやサーキット。
バラの花をなぜ嫌い？霞層があるからこそ、あなたのためのせーの、霞。ありがとうございます。高校1年生16歳の立花霞です。よろしくお願いします。イエイ。恋人はアスリートの感想でラリーやったんですけど、ちょっとあれだけじゃね、なんか対決って感じがしないじゃない、はい、やっぱりどっちかが勝ってどっちかが負けるのがあの対決なので、ちょっとここで対決っていうか、この狭さじゃやっぱりこうできないので、あの羽が2個あるので、このなんていうの、何回このそんなんね、ポンポンポンっていうのができるかっていう対決をしたいと思うんですけど、わかんないですね。じゃあちょっと持って、はい、落とさないでね。ラケットじゃなくてマイクこのこうやってやるのをどっちが多くできるかっていうので、まあ、私は経験者なんで永遠にできると思うんですけど、なんかハンデつけましょう。ちょっとそれはダメそれはダメ。ちょっと罰ゲームを準備しました。はい、ここにねアフロが5個あるんですけど、こんだけアフロがあるので、負けた方はこのアフロをかぶって、これからの公演っていうか、この今日の公演はこのアフロをかぶって公演することにしましょう。いい？え、これ YouTube みんな見るんですよ見るけど罰ゲームってそういうもんじゃない？嫌な気持ちするじゃん。まあね、いいじゃん、好きな色選べるんだから、まあ、受けてやります。好きな色選べるからいいでしょ。はい、いい？じゃあ対決しよっか。よくもない。じゃあ皆さん数えてくださいじゃあいきます。よし、絶対かぶるんだよ。分かった？はい、よし、じゃあいきます。あ、ちょちょ、はい、こうねいきます。せーよーい、スタート。あー、もう勝ったんですけどかすみちゃん負け。負けね。え、待って、え、これ1回だけ？じゃあ3回勝負しよう。私今1、2回戦目ね。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7。あー、いやいや、金魚めっちゃびっくりしとる。餌やと思ってパクパクしとる。え、じゃあ今はい、引き分け。最後さん、そっちでやっていいですよ。いやよって今入ったから、もう一回最後。はい、よーい、スタート。1、2、3。あー、負けた。私卑怯な手使ってかった。じゃあ私これかぶるねじゃあ私これかぶって今日の公演します。やばい。じゃあ次の曲に行きたいと思います。行きます。じゃあ私なんでねこれをかぶってるかというと、負けたからですね。この辺りから YouTube を見出すからびっくりしちゃうじゃない。だから、それでは、なるほど、2曲目に行きたいと思います。風に吹かれて飛んでいくもの、それはシャボン玉。恋の行方は風任せ、淡く儚く切なくて透けて弾ける、まるでシャボン玉みたい。それではお聴きください、シャボン玉さん。飛んでいくのよ、
リベンジでね、今日すっごい綺麗にね、ね、アパハじゃなくてあのシャボン玉さんが大成功でしたね。はい、ということでここからはかすみちゃんにバトンタッチをしたいと思います。はい、じゃあちょっともうちょっと可愛くかぶってくるわ向こうで。はい、じゃああとはよろしくお願いします。はいはい、もんもんもん、それではお聴きください。あ、神様の番組なので、I'm not afraid to die.
ございます。はい、それではさきとさんで愛しのライダー、さきとさん、はい、お願いします。はい、ちょっとさっきのアフロは鏡見ずに雑にかぶっちゃったんですけど、さっきよりちょっと前髪をこう分けてみたんですけど、どうですか、ちょっと可愛らしくなってます？あ、よかったです。ということで、ここからは私の愛しのライダーをお聞きいただきたいんですけど、ダーって叫ぶところを皆さん、ちょっと最近ね、歌ってなかったんで復習ということでやってみたいと思います。私が振るので、どこ、君に会いたいってこう言ったら、行くよって言います。これが合図ですよ。行くよ、伝説のライダー、ウォータースライダー。今日はウォータースライダーじゃなく違うものを準備してきたので、そこも注目しつつお聴きください。それではお聴きください、愛しのライダー。
それではここで10分間の休憩タイムを取りたいと思います。皆さん、いっぱいこれから叫ぶために水分補給をしてください。ちょっと私も水分補給をするので、それでは10分間スタート。どうぞ。ということで休憩が終わって、はい、後半は2人で今日は何の日のコーナーをしましょう。はーい。今日は4月2日。皆さん何の日だと思いますか？さすがにね、昨日だったらエイプリルフールって答えれるじゃないですか。4月2日って何やっけって感じじゃないですか。4月2日は子供の本の日らしいんですよ。はい。子供の本って言えばさ、小学校の頃なんか図書館があるじゃないですか。その図書館でお気に入りの本とかあったりする？私はちなみに、はい、私はいっぱい好きな本あったんだけど、まあ、絵本で言ったら腹ペコ青虫とか、そら豆くんのベッド、うん、あとグリとグラ、うん、あとはわかったさんと困ったさんシリーズはめっちゃ好きで、はい、あとは、まあ、その中でもね、いっぱいある中でも解決ぞろりがすんごい好きだったんだよ。へえ。小学校4年生の時に大好きで、はい、図書館でも借りてたし、本屋さんでも買ってるぐらい好きだったんだけどさ、はい、かすみちゃんはなんか好きやった本とかある？私、ナイチンゲールですね。ナイチンゲール、はい、そういう本。あ、私はヘレン・ケラーが好きだったのよ。うん、なんか今でもそういう本読んだりする？あ、します。する？はい。私はもう読んでないんやって、当分ね。だからたまにはそういう小学校の時に好きやった本、また若田さん困ったさん読みたいなって思うな。本当に今日何の日か知ってる？知ってるよ。今日は子供の本の日でしょ。それさ、マジで言ってんの？マジで言ってるよ。え、やばくない？どうした、どうした？若田さんアイドルとしてちょっと私かったるいわ。ほんとかったるい？どうしたの急に。マジ無理無理。もう帰っちゃおうかな。え、今日は子供の本の日じゃない？なんかさ、さっきまであんなウキウキ話してたのにさ、なんか急にあんたやっぱ腹広いわ、その T シャツ着とるだけ。あんたもやん。あ、ほんとやほんとやんってさ、すみちゃん、今日は何の日なの？今日は道産祭りの日ですよ。知ってるよ、そんなのさ、知ってるし。今日一緒に遊びましたもんね。そう、二人で道産祭りをね、はい、練り歩いてきたよね。道産祭り練り歩いたよね、ほんと。楽しかったね。楽しかったです。で、今日は二人でそう遊んだので、うん、記念にこの腹黒 T シャツを買ったから、あ、今日この、はい、ね、この T シャツ公園で着ましょうってことになって、はい、なんかもうそれ T シャツはなんかちょっと NG 出ちゃって、いつも着てるからね。じゃあ腹黒 T シャツ良くないってなんかね、ちょっと秘密で着てきたんで、ちょっとおこうかなおこなんですけど、まあたまにはこういう一面もね、はい、でしょっていうことで、うん、今日の後半はこの T シャツでいきたいと思います。はい、じゃあ行こうか、後半1曲目。いえ、もう大丈夫、機嫌治った？治った治った。はい、じゃあ2曲目じゃなくて後半1曲目は、あなたと出会ったのは春の初めだったわ、季節はもう夏、100日も経ってしまったの。100日の恋、それではお聴きください。100LOVE。Thank you.
ありがとうございます。今日は2人で一緒に遊んだ日なので、はい、かすみちゃんどうだった？一緒に遊んでみて。初めてだったからすごい嬉しかったし、本当楽しかったです。本当なんかね、普段のかすみちゃんすごくなんかおとなしいというか、うん、なんでそのテンション低いのって思ったんだけど、普段はそんなんなんだね。なんか今日遅れてきたんですよ。1時間遅れですよ。ちょっと待って、それは持ってるよ。30分ぐらいだよ。でも、いや本当でしたっけ。本当1時集合って言ってたんだけど1時半ぐらいになんか寝坊したってなんか LINE が来て。おこ？おこ。あ、おこなんだ。おこ。腹黒いね。全然大丈夫ですよって言ったよ。やっぱり腹黒いな、あんた。ほんとつまんなかった。ほんと？ほんとに？それは嘘です。嘘？また遊ぼうね。あ、もちろん。次はじゃあ早めに行きますわ。5分前集合で。はい、はい、なんかさっきさ、楽屋戻った時に、はい、私もかぶろっかなみたいなこと言ってたじゃん。あー、言ってました。どうする？かぶる？一緒に。なら私は、うん、どれがいい？どのアフロにする？私最近金髪になりたいと思って。あ、そうなんだ。じゃあ金髪になっちゃおうか。なっちゃいます。なっちゃいましょうか。どうかな、似合うかな。なんかもし顔が見えるように。あ、そうそうそう。どうですか皆さん。いいって、金髪いいってさ。私もこれからさ、人さん部屋にしていこうかな。どういうことか。この色。あ、私これ金髪じゃないんだけどさ。茶髪？茶髪にしたいんだ。はい、そうなんだ。したいです。じゃあさ、これからの曲はそれでいこっか。はい、じゃあ次の曲に行きたいと思います。続いての曲は、そこの笑っているあなた。笑ってるから寂しくないか。いや、寂しい。いや、寂しいって。笑ってても寂しいのか。でも寂しいのはあなただけじゃありません。魔女だって寂しいのです。でも魔女には素敵な呪文があります。今日はその呪文を特別に特別にお教えしたいと思います。それではお聴きください。ザ・ロンリーウィッチ。
った、私の気持ちが。あー、落ちてくる。しかもさ、そう、落ちてくるの。こう、かわいくかぶってても、なんかこうなってきちゃうね。でも、たまにはこういうのいいよね。楽しい。すれ違うの楽しかったもん、こうやって。マフロ同士がね、こうすれ違うの。面白いね。はい、ということで、続いては告知タイムですね。はい。告知タイム、今日は4月2日なので、来週の土曜日は4月9日18時30分からまた同じここ CRP シアターで公演があります。土曜日になったので間違えないようにまたお遊びに来てください。お遊びっておかしいな。何って言うんだろう。お越し、あ、そうそうそう、お越しください。よろしくお願いします。お願いします。あ、そういえばさ、はい、今日のあの看板のところね、エレベーターが開いてパッてこう見える看板見ました？今日見ました。私たちが書いたんですよね。はい、私絵が上手いって言われ続けてるので。そう、なのくせにさ、右上にあったあれ何？皆さん分かりました？右上にあったこれなんだって書いてあった絵、分かりましたか？ほら、やっぱ絵心ないんだよ。あ、じゃあ正解教えてあげてよ。正解はチョコチップメロンパンです。ね、わかんないでしょ。私絵うまいんですよって言って書いて、それ何って思ったもん。だからなんか、あ、でも右下にあったやつはすごい上手やった。あれは上手、一旦ない、うん、あれは上手でしたね。はい、さあ、そう、そういうことでかすみちゃんが書いたチョコチップメロンパン、今日は果たして完成するのでしょうか、はい、というのも楽しみにしながら聞いてくださいね。それでは、見えちゃってるのかな、見えてるけど、まあいいや。はい、そういうのも楽しみながら聞いてください。それではお聴きください、チョコチップメロンパン。
当に。ということで、はい、今日はチョコチップメロンパン完成したんでしょうかね。はい、どう思います？どうも私はもうそろそろ完成してもいいのかな。もうそろそろ完成進度やばいよね。やばいですね。やばいですね。ということで本日4月2日この歌を歌い続けて、はい、約2ヶ月ぐらいが経ったんですけど、はい、やっと出来上がりました。やっと出来上がりました。イエーイ。チョコチップメロンパンでございます。はい、このチョコチップメロンパン、どうやって手に入れたかと言いますと、はい、我がオーナーさんが高島屋の前にあるサークル系でいつもいつも通っているんですが、チョコチップメロンパンがなかったみたいでね、ずっと置いてくれ置いてくれと頼んだら本日置かれていたということで、もうみんなの愛と結晶、愛と結晶、愛と血と愛の結晶がこちらになります、はい、ちょっと日本語おかしいんですけど、やっと完成したということで、今日のチョコチップメロンパンは特別です。なので皆さん、ちょっとじゃんけんもいつもより気持ちを込めてよろしくお願いします。じゃあじゃんけんします。じゃんけんにするかバドミントンで対決するか、どっちがいい？バドミントンにしましょう、この機会。バドミントンにしますか。はい、今でも、うん、終わったからでしょうか。うん、なんかやっぱ今日はカンバック柳瀬歌ってないよね。道産祭りなのにセットリストに入れるの忘れたねってさっき話してて、うん、なんかやっぱせっかくなんで、あ、OK が出たので、はい、道産祭りしましょうか。道産祭りしようかって言い方はおかしいけど、はい、やっぱこれ歌わないとねダメでしょ。3番何でしたっけ？道産祭り。道産ちゃん言葉です。言葉か。もし詰まったらね、まだまだ2回目ということで優しい目で見送ってあげてください、はい、見守ってあげてください。え、誰か分かる方いらっしゃいますか？私完璧に覚えてるから、かすみちゃんが詰まったら男役も女役もカバーします。はい、大丈夫、安心してください。ありがとうございます、はい、じゃあそれでは私どっち？こっち。はい、それではお聴きください。カンバック柳瀬。Bye.
公演が終了になります。はい、チョコチップメロンパンの、もらえる方はこの後グッズ販売の時に決めましょうということで、今日もお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じ、皆さんグッズ販売ぜひ来てください。ありがとうございました。なんもないのか。ちょっと衣装チェンジということで、私白にするわ。なら私青。